どうも、エメです。はい、なんかさ、最近ツイッターとかね、 YouTube のコミュニティでもね、重大発表まで残り何日何日とか言ってましたけれどもね、ついにこの時がやってまいりましたと。おめでとうございます。ちょっと早い早い早い、ね、落ち着いて。早い早いから。早かった。早いから落ち着いて。とりあえずね、みんなにまず発表させて、はい、みんなにね、はい、今回ですね、なんとね、重大発表がございます。おめでとうございます。もう一回落ち着いて、一回落ち着いて、うん、ちょっとマスターが変なテンションになってるから、もうね、ちょっと みんなにね、早速ね、お知らせさせてもらうんだけれどもね、本をね、出版することになりました。ここだよ。ここでしょ。あ、ここ。どう考えたってここだよね。あ、ここ。あ、そうなんだ。ちょっと普通に発表させてよ。普通に重大発表させてよ、普通のテンション。いやいや、もう。やめてください。この度、もういつもこの YouTube を応援してくれてる方とかね、私が仮面の頃からね、活動してる時からね、見てくれてる方とかね、もう本当に皆さんのおかげで、この度、本を発売することになったんだけれどもね、タイトルが、筆一本から始めるアニメ塗りフィギュアの教科書になります。うん、なんでだって私、本を出すにあたって、もうかれこれ1年ぐらい前からやってるのよ、細かいこととか。そうだね。そうでしょ。そうだよね。いや、1年前からやってる。一番初めの打ち合わせを思い出してみると、多分あの頃は、そうだな、当時は寒かったな。で、そんなこんなでもうずっとこういう本にしたいって思いをいろんな方と話し合って、やっと一冊にまとまった本が、私がいつもやってる二次元塗りとかだね、 3D 二次元彩色を初心者の方でもやれるようなやり方っていうのも、もうギュッて詰め込んだ本を今回作らせてもらいました。それもさ、リペイントだよね、うん、いわゆるガレージキットとかの未塗装のフィギュアの塗り方みたいな本ではなくて、私が YouTube でみんなに見てもらってるような彩色済みのね、そういうフィギュアとかをこう一手間加えて、新たな良さね、もちろんそのままでのフィギュアでもさ、十分さ、私もいつも楽しんで飾って大好きなんだけれども、もう一手間加えて楽しむっていう、そこのリペイントですね、のやり方っていうところをまとめさせてもらったの。だから本当に一から作った、一からっていうか、もうゼロから作り上げたっていう感じじゃないですかね。本当初だと思います。アニメ塗りのリペイントフィギュアのやり方っていうのは本当に初だと思いますね。それを出版社さんとか、うん、プロのカメラマンさんとかもさ、撮ってもらったりとか、フィギュアメーカーさんの協力とかもあって、なんとかこう形にできたなっていう。そうなんです。さすがに本を出版するってなると、私一人の力だけではやれないことっていうのは当たり前だけれども多くてね、だから今回この動画を出した今日から予約ができますね。概要欄に貼ってあるんだけど、うんうん、今回特典がめちゃくちゃ豪華で、ね、そうなんだよ、今回特典豪華なんだよね。そう、ここじゃないんですよね。そうそうそう、そのことに関しては、うん、一番最後に、そうだね、そうそう、話そうかな。うん、最後の方に話させてもらいます ね、うん、今回の本はいわゆるリペイントってところにフォーカスした本なんだけれども、私はね、やっぱもともと制作の人間だったんですよ。こう幼少の時から結構筆を握っていつもこう絵描いてみんなにと見せ合ったりとかしながらね、こうやってきてさ、小学校の頃も一番好きなことは図工、算数は大嫌い、社会も嫌い、国語も苦手だったね。言語化することが苦手なわけであって、それは今でも苦手なんだけれども、まあとにかく絵を描くこととかがもともと好きだったんですよ。あとは字を描くことも結構好きでさ、だから小学校のね、高学年ぐらいから私は書道教室に通い始めて、で書道はね、なんだかんだ高校とかもずっとやってて、師範の免許とかもね、取得したのよ。でもやっぱりそれぐらいしかできなかったからさ、まあ書道とか結構ガチでやってたんだよ。で絵もさ、中学ぐらいから本当に本格的に始めて、なんていうかな、今までもずっと子供の頃から絵は描いてたんやけれども、もっと専門的にやりたいってなって、そこに関しては珍しく意欲的にさやっぱこう好きなことだったからね、そこだけはもう真面目に中学からもこう専門的な油絵とかも学んでいって、高校とかでも一応なんか美術部はさ、こう部長的な感じでやらせてもらってあれではもうダメダメだ、いやみんなとにかく好きなこと書けばいいんだよとか言いながらさまあそういう意味では頼りない部長だったかもしれないけれども、まあ、自分の作品作りっていうところには結構真面目に向き合ってきつつの、まあ大学も美大に行きつつの、まあそうだね、大学美大に行ってからは一応こう教員免許も取ったのよ、美術の。数学とかじゃないからね、国語とかそんなできないからあくまで美術の教員免許とかも取らせてもらって、じゃあ何、あのさ、うん、黒板の前とかに立ってさ、うん、人体構造はこうですみたいなやつだったこと。それはやってないな人体構造はやってない、もうやろうと思ったらできたかも。割と美術っていうとことか制作っていうところに関してはもう本当に幼い頃からもう今現在まで結
構やってきましたよ。そんなこんなでさ、私はこうずっと続けてきたんだけれども、本を出版できるとは正直に思ってもなかったかもしれない。なんだかんだ、まあでも夢に見てる部分ではあったのよ。だからさ、本当に美術っていうところとか、こう書くっていうこととかは自分も大好きで、これからも続けていきたいし、多くの人と共有したいし、みんなにももっとこの書くっていうこととかの世界を知ってもらいたいなっていう思いがあってから、今回ね本当にありがたいことに本をね出させてもらうことになったんだけれども、伝えるっていうこととか言語化するっていうことは、まあ、あんまり得意じゃないからね。正直言ってね、言葉足らずのところとかも多いかもしれないのよ私は。だからやっぱりね、制作もするっていうことは本当に大好きだから、もうそういう好きという思いでこれまでずっとずっとね活動は続けてきて、今この YouTube チャンネルもやってるわけですよ私は。だけど今回は本当に一生懸命ね頭は絞って言葉にもしましたし、あとはマサさんとかにちょっとこれは分かりにくいよ、でもっとこうした方が初心者の人にも伝わるよっていうアドバイスとかもね、たくさんこうもらいながらね。そうだね、だから俺もかなりいろんな面で携わってきて、うんうん、そうだね、やっぱりね、どうやって塗ったらいいですかとか、どうしたらいいですかとか、うん、結構質問が来るんだけど、やっぱ一人に伝えるのって結構無理だし、うん、DM とかもちゃんと読んでるじゃん、うん、そうだね。でもやっぱりこう一人一人に対応するっていうのが難しいから、そう難しい、うん、でもだからこそこういったこれさえあればこうやってしたらフィギュア塗れるよっていうものがやっぱ作りたいってところはあったんだよね、うんうん、なんていうのかな、やっぱりこうやりたいけれどもちょっと怖いなっていう人多分多いと思うのよ。だからなんかこうちょっと怖いから今一歩踏み出せないっていう方とか、まあ、そもそもやり方が全くわからんみたいな、もう何から手つけていいのかも本当に分かりませんっていう、もうゼロから教えてくださいっていう人とかもたくさんいると思うんだよね。だからそういう人でも分かりやすいように頑張って書いたつもりですね。だからそういう方もぜひ見てほしいし、あとはやっぱりもうそもそもかっこいいものを作りたいとか、やっぱ一手間加えて自分だけのオリジナルのもの一体を、愛着が湧く一体を塗って飾りたいという方とかね、もうそういう方にもねぜひね見てもらいたいなっていうのがあります。やっぱ失敗ってやっぱみんな怖いと思うんですよ。やっぱ才能がないとできないんじゃないかなっていう声もたまにね私もいただくことがあるんだけれども、うん、自分はイラストとかも描いたことがないし、それこそじゃあ私だったら美大とかで勉強したりとかね、書道も師範もってなんか筆が握れますみたいな、そういうのが全くないから自分はできないけどやってみたいなって思いがある方とか、そういう人にもぜひ見てほしいなって思いがあるね。そもそも才能とかがなくても私リペイントってできると思ってるんですよ。これはね結構強く言いたくって、最初から技術がないからできないっていうのはもう諦めてほしくないっていう思いが本当にありました。私は絵とかは描いてましたね。だから筆使いとかは多少やっぱ人よりもねできるかもしれない。ただフィギュアを塗るってなったら本当に私ね3年前とか4年前だったかな、かれこれそこら辺から始めた時はマジで知識ゼロだったんだよね。フィギュアに塗るってなった瞬間に今まで使ったことがない塗料とか、今まで使ってた筆とは全く別の筆とかから始めたし、紙に書くわけじゃないから私自身も本当に初心者だったの。私の時はだからそれこそアニメ塗りフィギュアの教科書なんてなかったですからね。本当にゼロからこうやってきましたけれども、その中で全く知識がなくてもゼロからでも好きって思いで続けていけば自分なりに形はもうできますし、誰でもできることだなって私は思ったんですよ。だからちょっとでもそういう今話してきたような不安から自分はいいかな、やりたいけどいいかなっていう人を私はねみんなにこうチャレンジしてほしいっていう思いがあるから、うん、そういう人みんなが参考になるような本にしたいって思いがやっぱあったのね、うん、だから筆一本から始める、筆一本からできるんだよっていう、うんうん、それぐらいのまあちょっと極端な言い方かもしれないけど、うん、本当にね筆一本でもできるんですよ。やってみたいって思いさえあればできるんだよっていうところで今回ねあの本を作らせてもらいました。だからさ、もちろんさ、うん、塗る塗らないとかじゃなくて、うん、単純にさなんか興味があるっていうだけでも、うん、なんかあこういう世界なんだなとか、うん、あこういう風に塗っていくんだなみたいなのを知ってもらうだけでも、うん、俺なんかすごいいいなと思ってて、うん、そうだよね。いつもだから動画の中では言えないような、うん、すごいなんていうんだろう、細かい話だったりとか、うん、そういうのをちょっと覗いてみたいなとか興味があるなっていう人にも手に取ってほしいなとは思う。私このリペイントとかフィギュアとかをもっと盛り上げたいなって思いがそもそもずっとあるから、自分もフィギュア好きだからね。だから誰でもここ楽しんで見れるように結構テンポよくこう作ってるところはあるのどうしても、うん、だからもっと自分もやりたいってなった時に細かいところが知りたいと思ってる人多分たくさんいると思うんだよね、うん、だからそういう人についにできましたよと、うん、詰め込みましたよっていう感じになってるかなとは思うかな。俺とかはさ、うん、絵もマジ描けないし、うん、俺の絵って言ってる棒人間みたいなもう絵しか描けないしあ、まあそうかもな。
そうそうそう、字汚いってずっと言われ続けてなんかミミズの張ったような字みたいなよく言われてるよね。そんな人でも正直できるような内容になってると思う、うん、今回のこの本っていうのがあのね、初級、中級、上級っていう風に分けて作っててさ、いわゆるなんていうのかな、本当に初心者の方、マジで本当に何もやったことがない方とかはもう初級編から始められる。初級編だったらこういう遊び方がありますよ、こういう塗り方でちょっとひと手間加えていいフィギュアができますよとかで、もうちょっとワンステップいきたいなと思ったら今度は中級編にチャレンジしてみましょうっていう感じでさ、段階を踏んでやっていけるような感じの構造になってるんだよね。でもちろんもう自分で例えばリペイント始めてる、もしくはスキルがある程度ちょっとあるよっていう方は、例えば上級編もあるんだよね。だから上級編を見てもらって、上級編は私が YouTube で、結構しっかりめに塗ってる 3D 二次元彩色のやり方みたいなのが、今 YouTube では見れない工程1、工程2、工程3みたいな感じでもうしっかりと撮って解説付きでやってるから、ある程度こうあの道しるべになるような感じの内容にもなってるかもしれないね。あえてそういうさ小難しいのもさ入れてるんだよね、うん、そうそう、あえてね。やっぱりっていうのもね、最初は初心者だと思うの、やったことがない人とかは。だけどそこからこれをきっかけに始めてみて続けていった方とかは、今回その上級編で塗ってるような塗りもゆくゆくはできるようになってほしいっていう思いもあるから、ちゃんとこう流れが見えるような感じで今回作りたいなと思って、うん、そういう全体像が見えるってやっぱりさすごい大事だもんね。そうなの。だから正直言って初級、中級、上級じゃない番外編も今回作らせてもらった、うんうんうん、で今回ね、その初級、中級、上級、番外編とかで塗ったフィギュアは新しく塗ったのよ。新しく8体塗った。だからね、結構ね、割とねちょっと大変だったよ結構頑張った私、うん、YouTube の更新もおろそかにしながら頑張ったもんねいや絶対気づいてる人いるよね、うん、あれ MA 最近 YouTube 更新せんやんみたいな感じでさそう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 なんです。今回はね、あのそれぐらい本の方に力を入れて、一旦ちょっと YouTube もちょっと更新頻度がもうかなり途絶えたんだけれども、その分本の方を頑張って作ったので、もう詰め込んだのでね、いいものができたと思う。きっとなんかこういうさ出版しますみたいないろいろお話ししといてなんだけれどもさ、私ってさ別に特段ねこうめちゃくちゃスーパー超絶技巧をさ持ってるわけではないのよ。だからすごくねもう素晴らしいもう技術を持っている方とか、かなりもう専門のね方とか器用な方からしてみればね、これぐらいの内容なのって思うような部分もあるかもしれないけれども、私がこのリペイントをもうゼロから始めて自分なりにもう感じたこととか、自分なりにこうしたら良くなるとか、もっといい作品が作れるのではないかっていう思いを自分なりのやり方で全部言葉にさせてもらいました。私のやり方、私だったら初心者の方とかにどんな風に伝えるかっていう思いで作ったかな今回は、うん、で今回さ、だから初級、中級、上級でさ、もちろんリペイント のやり方っていうところもさもうしっかりと書いてるんやけれども、今まで私が作った作品っていうのもプロのカメラマンさんにめっちゃかっこよく撮ってもらった写真も今回入れてます。一部ね、一部入れてる、うん、あとはねこれすごくね私的にはめちゃくちゃ嬉しいし、多分フィギュア好きの方とかもうわって多分テンション上がる方いると思うんやけどね、今回ねなんとね結構有名な造形師の方に私がオファーをしてこの本の中で一緒に対談させてもらってるんだよね。これ結構嬉しくない？どう？そうだよ、だって元々憧れてた人でしょ。そう、かなり憧れてて、その方のフィギュアも私全然リペイントとかさせてもらったこともある、うんうん、それぐらい結構私好きな造形師さんなんだよ。山下学さんと石崎沙織さんです。で私が質問したかったこととか、まあ、フィギュアに関することとかを結構いろいろ1日ぐらいかけてアトリエにお邪魔させてもらって。そうだね、うん、だから初心者の方が見て、うん、うおーってためになるっていうよりは、うん、なんかこう、うわこんな世界もあるんだなみたいな、うんうんうん、なんか私の思いとしてはどうしてもさフィギュアが作られてみんなの手元に行くまでに見えない部分って多くない？めっちゃ多いでしょ。私ももともとこの塗り始める前は本当にフィギュア好きでクレーンゲームで撮って集めるっていうところだけだったのよ。だからその時ってどんな風にそのフィギュアが作られてるのかなっていうこととか、原型師さんがどういう思いでやられてるのかなっていうところまではやっぱりこう想像ができないというか、うん、なかなか見ようと思っても見れないってことってすごく多かったのよね、うん、だけど私も今となってはこう彩色っていうところで活動させてもらえるようになってありがたいことにね、みんなの応援もあって、その中でこう私自身の興味もどん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 湧いていったし、私自身が知りたかったことってきっとみんなも知りたいなって思うようなことと多分ね繋がってると思うよ、かなり。だから今回その私が聞きたかったこととかお話したかったこととかを、ね、一緒にさせてもらった。その様子も結構深
割とボリュームじゃなかったページ数も。そうだ ね、 そうだよね、結構ボリュームある感じで。そうだよね、なってると思うよ、うん、だからそこもね、かなりね、フィギュア好きの方だったら楽しめる感じになってると思いますよ。だからそこもね、ぜひ楽しみにしてほしい、見どころだと思う、そこもっていう感じですね。多分話したいことはもうたくさんあるんだけど、あんまり話したら私もベラ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 もう喋ってしまうからさ、あとはもうちょっとぜひ本を予約してもらって、そこでね、もうじっくりと見ていただきたいなって感じかな。でね、今回ね、その最初でも言ったように特典があります。私もこんなに特典つけれるとはマジで思ってなかったから、なんか私自身ちょっとなんかこんなにいいんですかって感じなんだけど、なんかちょっと嬉しい気持ちがあるんだけれども、で Amazon さんは私のオリジナルの書き下ろしイラストがつきます。ダウンロードできる感じなんだよね。ダウンロードできる感じになってる、そういう感じだよね。ああ、うん、で何のイラストなのって話なんだけれども、オリジナルのキャラクターのイラストですね、うん、まあそもそももともと絵描いてたから、あの自分だったらこういう絵を描いて、これがもしフィギュア化されたら嬉しいなとか、まあそういう妄想とかもありつつ、うん、まあ描きます。だから本当にこれでフィギュア化したらいいね。あ、そうだよ、うん、一番の理想はそれがフィギュア化もすることやけど、うん、で、メロンブックスさんは私のミニ写真集です、うん、というのも私今回さっき話してなかったんだけど、本の中に実はね、私のなんか写真も若干入るんですよ。で、結構そのためにプロのカメラマンさんに写真をね撮ってもらったのよ、こうやって、うんうん、こうやって撮ってもらったんですよ。で、それの本の中に載ってない未公開の写真っていうのがこのメロンブックスさんでの特典になる感じです。うん、うん、なんかそのまんまさ、こう、うん、じゃあボツでーすみたいな感じで、そうですそうです、そちらのもなんかもったいないねっていうので、そうだね、どうしだったらじゃあ特典にしようよっていうところで。いや、だって本当そうなの、こういう機会でもないから、私写真撮ってもらわないからさ、やっぱり恥ずかしいよ。いや、ギリギリまでちょっと私悩んでたもん、正直言って。ちょっと恥ずかしさはある、やっぱり。だから恥ずかしいけれども、やっぱせっかくの記念すべき機会なので特典にさせてくださいっていうことはね、やっぱまあよく考えたらかなりありがたい話なのでね、今回特典にさせてもらいました。で、ヨドバシカメラさんの特典はテストピースにサインが入ったものが特典になります。ちょっとイメージつきにくいかもしれないんだけれども、多分ここに今画像が入ってるかな。私が直接塗ったものの一部分をなんか切り取って、そこに一枚一枚サインを書いたものかな。だからこれも初の試み。私はテストピースとかはもちろん配ったこともないから、今回この本の特典のために作らせてもらいますが、今回の本の特典かな。そうだね、はい、うん、今回ね、本当にこの活動を始めてかれこれ 3,4 年ぐらい経ちましたけど、いろいろな思いがありました、その間、うん、やっぱりこう制作者としては、そういう表現者としては、自分でこう表現をして、その過程でこう感じ取ったこととかを直接いつもね見てくれてる方とか、まあ、たくさんの方にこう届けられるっていうことはね、本当に幸せなことなんですよ。私はもうとっても幸せで、で今回この本を出せることになったのも、いつもねツイッターとかでこうリプとかね送ってくれたりとか、まあリプとかじゃなくてもこう見てくれる方とか、もう YouTube をいつも見て応援してくれてる方とか、もう本当にもういつも応援してくれてるみんながあったから本当形になりました。改めてね、本当ありがとうございます。はい、で頑張って作ったので、もうたくさんの方に見てほしいです。ぜひね、皆さんご予約ねしてくれたら嬉しいです。はい、でこのチャンネルの方ではね、もう今まで通りフィギュアを塗ったりとか、フィギュアに関することとかをねやっていくのでね、これからもねぜひぜひみんなで一緒に楽しみたいので、またねチャンネル遊びに来てください。ということでね、今日の動画はこういう感じです。ということで、今日もみんな最後まで見てくれてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。